財務省と金融庁日銀の幹部が緊急会合を開き最近の急速な円安の進行に対して憂慮しているという認識を共有し共同声明を出しました円安による経済や物価などへの影響を注視し必要な場合には適切な対応を取るとしています先ほど声明の内容が公表されると円相場は一時1円近く円高に触れ 1>, 1ドル =134 円台から133円台をつけました。